も持っておいで。はい。いいよ、私たちは。まあまあ、遠慮せんでもいいじゃないか。今日は何じゃい？あ、それで。この前寄付でいただきました。野球のユニフォームはできましたんで、お礼に伺いました。おお。で、ちょっとこれを着ていただけませんか？わしに野球やらせるのかい？いえ、これから記念撮影を撮っておきたいと思いまして。ああ、そうかそうか。それからお暇でしたら、これから初の練習試合しますから、ちょっと見ていただけませんでしょうか？わし君、せっかくユニフォーム着て、何もせずに見てるのもおかしいじゃないか。それは一緒にやっていただければ。あ、やってもいいですよ。やろうじゃないか。おいでしょって何じゃ、え？俺たちにも野球の道具を寄付してくれよ。野球か、あれは危ない。あれはやめときなさい。え？何か他のものやれ。え？他のものだったら、おじさん何でも寄付してやるぞ。ええか。さあさあ、お前たち何か他のも考えてな。な、さあさあ、帰って帰って。寄付したミシンが届いてますよ。あ、そうか。おお、なかなか立派だね。はい、おかげさまで。本当にありがとうございました。いやいや、シャツや洋服なんかも不自由しなくてもいいね。ええ、それはもう奥様のドレスだってねえ。あ、いらした。わあ、ワンダフル。まあ、存じ上げませんで失礼いたしました。私、マーガレット中田でございます。どうぞよろしく。どうぞ。あなた様のおまさはかなり受けたまっておりました。もう今回このように娘さんたちのために
大量にミシンをご寄付くださいましてありがとう存じました。私娘さんたちに代わりまして心から熱くお礼申し上げます。また何か。こんなことを申し上げるまでもございませんが、農村文化が叫ばれておりまする折からミシンはまことに重要なものでございまして、よく分かっております。服装は活動的に見た目にも美しくそして健康的であらねばなりません。とは申せそれを叫ぶ声はいたずらに多くありましても依然いずれを見ても山が育ち、まことに農村文化は日暮れてなお道通しの感があるではございませんか。ごとごと。そこにおいてあなた様の今回のご寄付こそは本当に本当に意義あることと存じます。それでもうどうぞ。よくわかりました。どうぞあちらでご一服なさって。はどうもありがとう。俺はもう支度。ちょうど自分時ですけど私のためのお支度でしたらどうぞご心配なく。あ、自分時だけど私のためならご心配なくてどういう意味で。そりゃやっぱりお支度しなきゃいけないでしょう。あちら様からおっしゃるんですから。やっぱりそうかね。そりゃそういう意味ですわよきっと。なるほど。はい、私ちょっと私ちょっとお出かけなきゃなりませんのでどうぞごゆっくり。どうぞ行ってらっしゃいませ。私ちょっと奥様にご挨拶申し上げたいと思いまして。奥様にいらっしゃいますか。はじめまして。いらっしゃいませ。私マーガレット永田でございます。今回はいろいろとお邪魔させていただきます。奥様の噂をかねがね伺っておりました。奥様は大変のお料理がお上手だとか。農村はようございますわね。感性で空気が細やかで大事食べ物が豊富で。やっぱりそうだ。お支度お支度。何もございませんけれどすぐお支度いたします。なんか食べちゃいかん。早くおんなさい、おんなさい。お前落ちてこの石で頭打ってみ死んでしまうぞ。早くおんなさい。降りたら焼きの豆腐買ってやるぞ。早く降り。本当にやってくれる。本当だ。早くおんなさい、おんなさい。おい、ほらほら、お前乗れるのかい。おいおい、こら。もっと足を軽く、すっと踏めないの。重い足ね。なあに、またこの線を迷って郵便できたの。また郵便すっとこう出たね。何をいつまでやってるの。そういうこと初めちゃんと教えたでしょ。頭が悪いね。まあ奥さん、本当にご上達の早いこと。お上手いらっしゃいます。おい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 って。あ、そうだけど
料金ばかりこさえてしょうがないじゃないか。料金工場じゃあるまいし。まあ、料金もいいさ。あしら、こうざくちゃ。どっかでいいところはないかね。部長に会って本土でも貸してもらおうか。旦那さん。あ。そうか、今日が切れちゃったのか。どちらと言いなさい。あの、おいでになるって言いましたよ。いると言ったのか。ええ。まだ寝とると言いなさい。いや、あの、もうお目覚めだって言いました。よかった。じゃあ仕方がない。離れへ通してください。文化は皆さんの手から作り出しましょうね。わからないことがあったら静かにおしゃべりせずここまで来ていらっしゃい。あるわけないじゃありませんか。この前もその前も持って行ってしまったくせに。この前もその前もお前ないないってあったじゃないか。今度もあるだろ。ありませんわよ。もう本当かね。本当ですよ。いや仕方がないさ。あなたって人はどういう人なんでしょうね。どういう人ってこういうこれだけのものさ。頼まれれば何でも寄付するし、人様のためにお金借りてその利子までも心配しなきゃならないなんて。引き受けたからにお前とことんまでしてやらなきゃ。中途半端で辞めるぐらいなら引き受けほうがいいさ。だって一度や二度じゃないじゃありませんか。そのたんびにいつも偉い損ばかりして。まあ他人に損かけるより自分が損した方がいいさ。損しようにも損するものはなくなりゃ人も頼み来ないだろう。そうそう、離れのお客にいつものようにお茶代わりさせてください。はい。お待たせいたしまして。あのちょっと用事しておりますので、これをどうぞ。いやいや、お構いなく。さあどうぞ。あ、じゃあ遠慮なく。あ、これは。あ、
ほんのお茶碗でございますから。いや、これをいただくとこの前のようにまた。いいえ、どうぞ関係なく。さあどうぞ。じゃあのちょっと失礼いたします。おい、大丈夫大丈夫、危ない危ない危ない。どうもお待たせいたしました。いや、あのこれ召し上がってくださいませ。つまらないもんですけど。あ、どうぞ。あ、どうぞ。どうも失礼いたしました。いや、あのどうも。すぐお代わり持ってまいりますから。いやいや、あのどうぞお構いなくね。奥さん、あのどうぞお構いなく。さあいらっしゃいいらっしゃい。ではこの手はどうじゃ。ほう、
おいじょ。あの男がいる限り、どうでもわしが勝つまでは御所は寺へ返しませんぞ。外分が悪くて私の口から言えたものじゃございませんが、実はその娘のお律のことにつきまして。ああ、お律の話か。はい、わしもちょっと噂聞いとったが、それをどうだったね。それにつきまして、恥を忍んでお願いに上がったわけなのでございます。私も迎えに行きましたし、人にも言ってもらいましたが、どうしても娘が帰りませんので、ほとほと弱っております。で、何かね、一緒にでもしてやろうっていう話。いやいや、めっそうない。それに相手の男というのはとんでもないやつでございましてな。いや、何としても娘を連れ戻さねばならんと思いまして。連れ戻ってくれってわけか。まあまあ、そういうわけで、どうかよろしくお願いいたします。ご一つご。はい、ですか。いただきます。もう結構で。何か頼まれるんだよ、旦那は。どうせまた引き受けるんでしょう、きっと。でもこの頃は頼みに来る人が少なくなったよ。ねえ。いつも
あんまり餌が少なくなったからね。おいおい、頼む。はい。出かけるから支度じゃ。はい。とうとう引き受けちゃった。翔介さんの言うことね、わからないわけじゃないわよ。だけど翔介さんごめんなさいね、翔介さん翔介さんででもそう呼び慣れてるでしょ。ああ、翔介さんで結構ですよ。せっかくだけどね、もうほっぽかしといてよ。あたいが村へ帰ったって面白いことなんか何もありゃしないじゃないのさ。ただお父っつぁんの気休めになる、それだけのことでしょ。あたいね、村へ帰るどころかもうすぐ東京出るつもりなのよ。東京出てどうするの。どうせボロ儲けすんだったら東京よ。翔介さんみたいに固いこと言ってちゃダメよ。闇嫌いだなんたって、今闇やらなきゃ生きていかれないじゃないのさ。そりゃ闇やってりゃね、朝寝朝酒朝風呂が大好きでも心身を潰さないで済むのよ。翔介さんさえ闇歩きだったら、またいつでも紹介してあげるよ。ご好意はありがたいが、あんたどうでも帰らないのかね。せっかくお迎えに来てくれた親切はありがたいけど、入ってきちゃ邪魔だったかい。今自分帰ってきて邪魔からないよ。何してたのよ今自分まで。そうポンポン言うない。頭はペコペコ下げてやっと返してきたんじゃないか。鉄棒、この方お帰りだよ。その辺までお送りして。じゃあ失礼しよう。お大事。さよなら。お父っつぁんよろしくね。あんなだらしのねえところをお見せしたのは、あっしに育児がねえからですよ。伊沢家はあんたにお律を連れて帰ってもらえ、本当に大助かりだったんだがな。大助かりって君、お律と別れたいのか。別れたくありませんよ。好きで一緒になったんだ。でもこうやって女の紐になってんのはもう飽き飽きたんだ。なるほど。だから最近はあんたにお律を連れて帰ってもらえ、その間に私もなんとか格好がつけられたと思うんですよ。格好はって君、一緒にいたって格好はつけられるじゃねえか。それがそう、ちょっくらちょいとはいかねえんですよ。まあ時期を待つよ、仕方がねえのさ。時期っていつだい。なるほど。そりゃめでたいね。いや、こんな子供ができたらバカなこともしておられんから、あれいづらい。だから今我慢してるんですよ。えらい。わしはお律を連れて帰るより君に会って話ができたことは、これは大きな土産になったよ。感情。え、何感情。おめえさん腹立つかい。シャレたまねすんねえ。シャレたまねって、飲んだもの払うよ。俺は誘ったんだ。おう、親父、
るんだよ。分かってます。なるほど。そうか。よし、じゃあ説教を改めて今度わしがお届けしよう。ありがとうございます。誠に僭越ですが、世話人進行係として一言喋らせていただきます。今日は遠路のところわざわざありがとうございました。ただいまより披露の宴を始めさせていただきたいと思います。本日は深く時節に鑑みまして何にもありませんが、どうぞごゆるりと召し上がっていただきたいと存じます。先ほど申し上げましたように、深く時節に鑑みまして誠に簡単ではありますが、コーヒーのおかわりは用意してございますから、どうぞご遠慮なく。
古田、五六だ。はい。あの、何かご用で。なんだか忘れ物したような気がしませんか。そうですね。何かこう忘れ物したようなこう落とし物したような。そうでしょうって、わしもそう思うんだが、どうです。うちって大いに飲ましょう。え、景気なうち。いつもどうも。おい、バヤに借りたお小遣い、もう少し貸しておいてね。わしのなんか、どうせ持っていたって銭の役をするわけじゃなし。ねえ、私のあの冬の紋付き、今売ったらいくらぐらいかしら。この前、お召し三枚でたったあれだけ。となるとこっちの思うほどに買ってくれんしな。あの紋付き売るんですかね。中、てんてこまいしてる方が張り合いがあっていいね。そうね。私が嫁に来た自分には、朝起きるから夜寝るまでお客様が一組も一組もあって、まるで料理屋みたいだったわ。あの自分には女中も大勢いたし、部落の衆も手伝いに来てくれたし、いつも小物かぶりが据えてあったのにね。
道やれんのかい？今度の村長選挙の話なんですが、 あなたの部落ではあなたを立てるという噂がありますが、本当ですか？いや、知りませんよ。そうですか。あ、そうですか。じゃあ、なんですな、お立ちにはなりませんな。立つこともないでしょう。いや、そりゃそうでしょう。いや、そこでですな、実はお願いがあるんですが。なんか、わしに立てちんじゃないでしょうが。いや、とんでもない。実はその、私が。え？わかった。あなた、あんなうるさいことがお好きですか？いや、どう、みんなに勧められるもんですから。いや、それに、考えてみますと、どうも今までの村長は老人ばかりで、名実が伴わなかった恨みがあるように思うのです。それで、あなたは立ってみたいというわけですか？でですな、どうぞ一つその。ちょっと待って。お帰りですか？いやいや、ちょっと失礼します。いや、姉さん、はい、もうこれくらいでいいよ。え、うん、元に聞こえた小原翔介の、あんなの飲ましたって、いくら飲ましたって、きりありゃね。お、おかよ。わしの会には残ってた。いえ、ほんのちょっぴり。いつでもよろしいんですよ、ついでのとき。あ、そうかい。じゃあね、今日のもわしのように一緒につけてってくれ。吉田にもらってもらっちゃ困るよ。そうしていただけたら、吉田さんもだいぶたまってますの。そうか。じゃあ、あとどんどん持ってきて。かしこまりました。ちょっと。いや、どうして。いや、さあ、お話伺いましょうか。いや、私はその今回立とうと決心をいたしました家の者は、文化国家としての農村の現状があまりにも非文化的、旧態依然たるものがあります。それを飲みるに忍びないからだよ。なるほど。おい、これ持って。いいから、どんどん乗っておいで。はい。まあまあ、ですか。あ、いや、私はの。レジェンドじゃん。まあ。それで？それで、どこまでだったっけな。非文化的。旧態依然たるものを見るに忍びなかったと。あ、それから。いや、その旧態依然たる現状をですね、見るに忍びないものがあるからであります。私は
村長になりました暁には、まず第一に明朗なる文化農村の実現に邁進したいと思うものであります。例えば第一にダンスですとか、第一に演劇ですとか、まあそういう方面だけではなくですが、例えば託児所であるとか、幼稚園であるとか、また診療所であるとか、それは私の第一にやりたいと思っていることです。それからですが、農村の殿下の問題、いや、それですよ、私は第一にやりたいと思っていること。そう、どれもこれも第一ばかりでは、第二、第三は第二、第三は、まあよろしい、まあ久しぶりじゃ、おいに飲ましょう。姉さん、はい、もういいよ、はい、もういい、僕はそうは飲めないんだよ、はい、まあいいじゃないですか、あなたは飲めなきゃ、私は飲む、もっとおいで、はい、どんどんもっとおいでよ、景気よく、え、が大勢休養があるとか。みんなまた揃ってお立てに来たんじゃないのかね。もし寄付金なんかのことだったらダメだよ、この頃は。今日は寄付じゃないんだよ。実はな、ばあさん、ここの旦那に村長に立ってもらいたいんだよ。そうかね、うん、そりゃあいい。いくら新庄が左前になったとって、家柄が家柄じゃしな。当たり前のとったよ。わしらもそう思ってな。それで今日は出がしても、承知してもらうことには。な。そうだとも、そうだとも。さあ、一つ。な、みんなでおだててやっておくれよ。今日はえらい皆さんお揃いで、何か用かね。いや、実は今の村長が病気でどうしても辞職することになりましたので、ぜひ後任村長に立っていただきたいと思いまして。わしはね、わしはそんな責任ある仕事は不適任ですよ。いや、そうおっしゃられたのでは、先代も先々代もずっと村長様だったし、家柄から言ってもどうしても。家柄って君、それはやっぱり人柄ですよ。いや、それはもちろんそうでしょう。と言って見渡したところ、こう大した人物もありませんので、勝つという噂のある吉田次郎正さんなんざ、やれ文化がどうだのこうだの、青年誌をおだてて、こともあろうにダンスの教習所を開くんだの、のど自慢に出場させるんだのと言って、毎晩青年誌に歌の稽古をさせたり。あんな人が村長になったら一体この村どうなります。なあ。それはまあ、ダンスやのど自慢はわしも不賛成じゃないんだが、少しそれは盛んになった気がするね。そうそう、それですよ。いや、このまま吉田さんが村長になったら、百姓は芸人になってしまいますよ。ところでどうしてもお家柄にものを言わせて出馬してもらわんことには。おいおい、早く支度、皆さんにも持っておいて。いいえ、もう私たちはもう。どうもええだから、お茶があります。奥さん、ありますかね。あ、ばや、ちょっと一橋行ってきてね。村長さんなる前祝いだ。急いで行ってきましょう。あ、急いでね。うちの旦那さん村長さんになるだよ。
え、立候補するのか。お嬢さんも早く行ってお立てておくんなさい。うん、皆さんお集まりのこっちゃからこれは前もって了解を得てもらっておこう。その先日吉田が立候補するについて頼まれてわしも賛成したんじゃ。もちろんわしのこっちゃ買収されたんじゃないが、まあ今日でもこの部落から出したいというならあそこにいる和尚がいいじゃないか。和尚、そうじゃねえ、あんた村長になってくれんかい。え、わしが村長ですかい。いやー、しかしそれはちょっと荷が重すぎますぞ。けどもあんた近頃お節が少なくなったってぼやいてたやないか。お寺も暇じゃろ。あんたの長いよ。え？いや、しかしそれは。まあ、あんたがなってもらうことにして、ところでな、あんたに断っとくが、実は吉田から頼まれて選挙演説をしてやらんならんことになったのんじゃ。これはまああんたに前もって了解得とかんと。の感しみじみたるものがあります。そこにおいて吉田次郎正君は農村文化の実現を使命として、立たれたのであります。つまりですね、非文化的、農村の旧態依然たるを見るに忍びなかったからであります。確かそうでしたな。はあ、その通りであります。そういうわけで、まず第一に、農村文化実現のため、またまた第一に、ダンスであるとか演劇であるとか、その次の第一は何ですか。はい、あ、いいや、ちょっと待って。またまた第一に、託児所、幼稚園、診療所、さらにまたまたまた第一に農村電化普及。確かそうでしたか。そうであります。さらにまた、さらにもう
第一はなかったですね。これで第一は全て終わりましたが、全て第一ばかり、いわゆる第一主義をモットーとして立たれたわけであります。どうか吉田君よ、第一に第一に第一に、全て第一に、実現されるように希望して、私の応援演説を終わります。吉田から参りましたが、いろいろありがとうございました。おめでとう。実は早速ですが、当選のお礼を兼ねて今夜心ばかりの祝宴を開きたいと思いますから、ぜひご出席願いたいと思いまして。そりゃあせっかくじゃが、演説のお約束をしたが、その他のお約束はしなかったから、どうぞ足からず。そうでしょうけど、まあそうおっしゃらずに。いや、こちらでも和尚のために残念会を開こうと思ってるんじゃ。あ、そうですか。では失礼いたします。和尚ばかり遅いな。集まりが悪いわ。おい、ぼちぼち始めよう。しといておくんなさいよ。おだてて立たせて落としておめでとうはないでしょう。ところがね、めでたいんだよ。吉田のやつに選挙違反で引っ張られたんだよ。え、さあ祝賀会やろう。え、応援入れろ。え、よいしょ。はいはい。今帰っちゃまずいよ。ロバだけ先に返したら。あ、そうか。多分こちらの方へおいでになると思ってお待ちしてましたよ。そうでしたか。いや、そのくらいの考えなきゃ金貸しの商売もできんでしょう。五番の用意もしておきました。いや、もう五どころじゃない。たとえ10番号でももうつかんですよ。さて、今野さん、どうしたもんでしょう。これこう素直に相談を持ちかけられると、我々の商売は負けなんですよ。
まあ仕方がない。もうしばらく待つことにしますか。さあ待ってもらっても払えるあてはなしね。あてがないなんておっしゃらないで、それは何とかしていただかなきゃ。主人の手前、私としても。そりゃそうでしょう。どうでしょうな、どのくらいの値打ちがあるか知らんが、わしのうちにも宝物と名のつくものが多少あるんだが、あのまま人いても虫に食わせるばかりだし、いっそ何とかしますかね。あれを手放しますか。まあ。家柄としては必要かもしらんが、今はもう家柄を言ってる場合でもなし。それに使いもしないガラクタもあるし、一緒くたに処分したらなんとかなるでしょう。どうも私は気が小さいせいか、そうあっさり遺産欲言われると返答に困るんですよ。今になってあんたがそんな弱気なことを言われちゃ、せっかくの気分がくじけてしまいますよ。そんなこっちゃ金貸しとしての代をなさんじゃないですか。そうですか。近いうちにガラクタも処分しなきゃならんし、どうせわしもガラクタでございましょう。出て行けとおっしゃるなら出ても行きます。ええ、どうせガラクタですよ。お前をガラクタと言ったんじゃないよ。いえ、わしはガラクタですよ。出て行きます。そう言っちゃ話にならんじゃないかねえ君。お母さんああ言うけど、君にはわしの気持ちは分かってもらえるだろう。お前に何が分かるんだ。わしは大旦那の自分からここのうちにいるんだよ。服のうちのことはわしは何でも知ってるんだ。わしはな、ここのうちで死なしてもらうつもりだった。旦那さんもあんまりだ。今さら出て行くなんて。旦那さんは忘れたかもしれんが、旦那さんは生まれた時からあんまり体は丈夫でなかったし、小学校へ行くようになってもみんなからよくいじめられたもんだ。そのたびにわしが出て行って悪たれ小僧を追っ払ったのを忘れましたかね。大きくなって芸者遊び覚えて夢中になってる自分でも、大旦那をごまかすのにわしはどんなに骨折ったことか。村の衆におだてられて金使って、その上大原庄助なんて言われて、それで自分でもその気になって大原庄助さんになりすまして、それじゃ山ほどある新書だって潰れるのは当たり前だ。お母さん、いい加減しときなさい。いやいや、わしは一度は言おう言おうと思っていたんだ。まだまだ言いたいことがいくらもある。お母さん、言わしときなさい。我が家が一番よく知ってる。我が家が言う通りだ。旦那さんは身から出たサビでそれでいいかもしれんな。奥様がお気の毒だ。ばあやみは本当にいつまでもいてもらいたいと思ってるんだよ。
人だってそうなんだけど、でも奥様散々怒られたところですよ。そうですか。いや、ばあやさん、何事も時勢だよ。早速ですが、処分の方法について、ちょっと村の仕事も話し合ってみたんですが、どんなもんでしょう。書画骨董の宝物には手が出ませんが、代々身近に馴染んできた茶碗とか火鉢とかは道具屋の手に渡るぐらいだったら、部落の衆の手元に置きたいと、まあこういうわけなんですけど。なるほど。そりゃ道具屋の手から誰の手に売られていくかわからんより、そりゃ村の人の手元に置いてもらえば、それに越したことはそりゃないですよ。まあご希望のものがありゃ何でも持って行ってください。それはただでいただくというわけにいきませんから。そこでだ、部落の衆と話し合ってきたのだが、縄文のついてるものだけでも部落だけの競り売りにしていただけたらと、こういうわけなんですよ。いや、ご趣旨はよくわかりました。本来ならば代々のご公儀に報いる意味で進呈すべきはずのものなんですが、何分この際のことだから和尚にお任せします。あらあら、皆さんにお酒持っておいで。今日はどうぞ。もう本当にお構いなく。なあ、和尚さん、出て物が言えんよ。どうしてったの。おいころで飲んでたよ。自分のうちの売りかけだというのに、うちをほっぽかして飲んでるやつもないじゃないか。でもよそ行ってお酒飲みたい気持ちわかるわ。私だってここにいて、あの声聞いてるの、いつもたっても言えない気持ちです。俺はわしにだってわからないことはないよ。だがただ飲んでるなら我慢もできるさ。料理屋でこともあろうに、日の国屋分際も決め込んでくんだよ。わしもいろいろ言ってみたけど、点で話にならないんだ。
わしもいろいろ考えたけど、お前も覚悟を決めた方がいいよ。その前にしておきました。すいません、ちょっと。こういうことをお耳に入れてどうかと思うんですが、奥様、お里のお兄さんがお連れ帰りになりました。そうですか。家内も肩がつきましたが、いい家内だった。皆さんにわざわざ来てもらうほどのこともなかったんじゃが、ご承知の通り、借金の整理をしましたな。まあこんなものが残ったんじゃが、これはわしが退屈しのぎに、断読したもんでろくなものはないけど、まあまた皆さんが雨の日にでも、退屈しのぎに読んでもらう。中にはねこんなのがありますよ。実はな、和尚には何がいいかといろいろ考えちゃいたんじゃが、結局これが残ったんじゃ。酒を飲むバカ、酒飲まぬバカ。なるほど。
ままはな、お前たちやるから腹がつかないようにもっと食わせるんだぞ。いいな。おっさん、ボートに乗っけていいの？ああ、乗ってもいいと。おっさん、お前な。はい、はい、引っ張っていった。どなた？誰や？え？一個お見かけをしたことのないお方のようじゃが。
闇貝だの泥棒だの立派な男が来やすくなれる。悪い世の中になったもんだね。君石炭掘りしても百姓してもすっぱだかになってやる気なら君何したって食っていけるじゃないかね。そう思わんかね。わしは近頃はっきりそう思ってるところだ。いやこりゃ君たちに言うよりわしに言う言葉かもしれん。まあついでにゃから話そう。わしは代々続いたこの家に生まれてね、いわば結構なご身分というやつ。この結構なご身分も代々続くと赤がたまってね、いわゆる家柄よ。家柄も昔はものを言ったんじゃが、今のご時世では家柄はすっかりダメじゃ。けどもこの代々続いた赤っていうものはなかなか抜けんもんでね。小枝太郎を担ぐにも安月給取りになるにも家柄は許さん。仕方がないから家柄の中であぐらをかいて小原庄助さんを決め込んでいればどうやらお茶は濁してきたんじゃが、ただのつまり家も屋敷も女房にまで逃げられてね。今回一番列車に遅れるぞ。
に